うございます。お疲れ様です。はい、今日は、5月3日マリノス戦です。いや、今日なんか朝から切れてますのか。いや切れてませんよ。いやずる。はい、ということで今日は、マリノスで、ゴールデンウィークの、まあ後半ですかね。僕たちの中では後半、はい、まあ広島では今日からフラワーフェスティバル3日間あるってことで、非常にまあカープとサンフレどちらもホームゲームなんで、皆さんフラワーカープサンフレどこ行くかはお任せします。それはいいです。はいはいはい。なのでまあでもカープとフラワーには負けず、スタジアム3番人で、スタジアム紫に詰めていけたらなと思います。似てますね、今ね。これ動画なんで、ね、これ。なんで？おはようございます。もう。何がいいですか？きついきついきつい。どうですか？おはよう。似てますね。今。シート張りのやつで車に今それを待ってて、車にいるところで完全爆睡してます。おはよう。起きてますね、これ完全に。どうですか、眠たいですか？これはちょっと汚らしい寝方です。いや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 、そこやめてください。おいそこかすげえな、おかしい。はい、先ほど、爆睡していただいたジャネルマンです。申し訳ないです。なぜか気づいたら寝てました。それをフメキさんがなぜか撮るというなぜかが多い今日の動画です。今日は暑いですね。今何度ですか？23度ぐらい、はい、結構気温高めなんで水分補給など忘れず、ゴールデンウィークなんですけど熱中症には気をつけて、はい、くれぐれも、体調不良にならないように、自己管理体調管理ですね。体調管理、終わっていきましょう。ということで最後の締めの一言を、はい、絶対今日勝つぞ。サンフレッチェ広島対、マリノスさんの試合、0対1で敗れました。前半からとてもいい攻め方をしてたんですが、後半1点取られてしまって、そこから、波に乗れなかったっていうのが、非常に痛かったです。で、令和最初ってことで、勝利で、終えたかったんですが、負け、令和最初の試合を負けにしてしまったっていうのは、とても、辛いです。はい、ってことで、次はですね、ホームゲーム ACL の甲州工大、突破をね かけた試合ですから、それには絶対にね皆さん勝って、勢いに乗って、その次が J リーグアウェイですね。アウェイの仙台戦、令和最初、そこも勝って、その次はホームの突戦ですね。皆さんで、また、近所ですから、
多くのお客さんが入るように、駆けつけ割とかで、行きましょう。以上、やいちゃんねるまん動画でした。